デメリュー。今回ご紹介するのは東京マルイリアルプロップシリーズガスブローバックハンドガンライトニングフォーク10インチマグナポートカスタム。この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、はい、デメリューでーす。よし、本編だ。おーやったこの間のデータだいぶ違う。やったー、楽ですね。 なんかちょっとこうタイミングがまだやったーやったナイトゲーム、ナイトゲーム、お泊まりゲームって、いやそうじゃなくて、本日はなんとですね、通常のデメ流なので、この気の楽さ加減、じゃあなんで気が楽じゃないのかという、本編しかご覧になってない方いらっしゃると思いますが、はい、ここは下水ことに告知をしっかりということですね。そうですね、はい、アリーナシャングリラ、緊急特別企画というのがありまして、はい、こちらですね、企画会議室が、はい、これドラマっぽくバラエティ要素を含んだドラマ仕立ての、番組というのをですね、本当に来てもらったゲストには打ち合わせをほとんどせず、来てもらってその場で内容が初めて決まっていくというですね、ちょっと皆さん何の撮影かと思ってたみたいな、撮影とはするよって言って、おそらくデメ流に出るんじゃないかと思われて、でそう皆さんね、おっしゃってたのがデメ流に出るんではないかっていうことをちょっとね、覚悟をしてったらしいんですけど、デメ流ってやらなきゃいけないから体をかぶるのかなと思ったんだ。そしたら、ね、あれでもなんかデメ流のテストと違うぞということで、いやまだ細かなことは言えないんですけどと、撮影をしますという話をしまして、今回ですね、デメ流とは別のモードというか、ちょっといつもとは違う雰囲気で、ドラマ仕立てに仕上がっておりますので、はいはい、イベントの企画会議をなんとね全4回に分けてやってまして、そうですね、全4話、今第1話が今のところ公開されてますけど、今週末にはもう第2話も、そうですね、はい、あと別撮り残すだけなんで、他の部分はほとんど編集してますから、ね、かなりね、有名な人たちいっぱいゲストとして出てきますんで、ゲストが、はい、ゲストが、ゲストの方は、まあ見てくださった方がいいんですけども、ちょっといろいろなパンって言って言うよりもちょっともったいぶって、ね、ゲストの方って言っていいんじゃないですか、ちょっともったいぶってですね、何ももったいぶって、某有名なエアガンサイトを運営されている方がお二人いまして、もう一つはハイパードーラスというですね、はい、あともう一つは東京サバゲーナビさん、今サバゲーナビさんです、あ、今サバゲー東京なくなっちゃいました、なくなってます、はい、何かあったんでしょうかね、いや東京だけじゃないからじゃないですか、あ全国サバゲーナビさん、はいはいはい、で、それとは別にフィールドからもですね、私たちの親交の深い、アテナさんですね、はい、からマーサさんとナリちゃんが、はい、ナリちゃんは、ね、女性ゲーマーとしてもやられてますので、ぜひ意見を聞きたいということ で、うん、であと案外知られてないところで僕たちの中で結構好感度高い、レイビー坂本、ライビーなのかレイビーなのか分かんないんですけども、一応カタカナ表記だとライビーですね、ライビーさん、坂本さんですね、デジタルターゲットを、まあいち早くうちにも紹介してくださった方ですね、ゲームプログラムもしてくれたりすると、ちょっとね面白い要素の強い人と、あとは忘れてならないのが、SGT からも参加していただきました、もう不愛想ナンバーワンのクマちゃんですね、クマ編集長にも登場してもらって、はい、さらには一般の方ということでですね、その業界僕はあんまり深追いしてないよという方ですね、まあそうですね、うん、まあ業種全然違う人で、世界のナンバー、世界のナンバーでこちらをご用意した、アットホーム忘れてないよね、他大丈夫だよね、俺大丈夫ですね、世界のナンバーたる理由は実は世界のナンバーが座っている後ろ側のポスターを見ると、見てもらうと、それはね本編でぜひ見てもらって、ぜひ見ていただきたい。ぜひぜひ楽しく出来上がってるので、見やすい時間です。11分とかね、15分とか以内で。次のやつも多分15分以内には終わるぐらいですかね。ですので、こうちょっと暇がある時、デメ流がね長いよと思ってて、ながら見だったり、10分ぐらい集中しても見てもらえるようになってますんで、
って、シリーズ化は決してしたくないので、そういうコメントはお待ちしておりません。いや、シリーズ化をぜひね、というところでですね、はい、ちょっとそれをもうちょっとこっち側に行った方がいいですかね。告知をね、こう中途半端に、ね、今入ってます、はいはい、大丈夫です、はい。で、まあ、いろんな小道具も出てきて、なんかこんなふざけてるんじゃないのと思うかもしれないけど、そこです、ふざけて撮るのが私たちの、テーマでもあって、ちょっとねクスッと笑えればいいなぐらいです。大爆笑は狙っておりません、つまらないと思う人もいるんですけど、でも今回は結構年齢層によってそのチェックポイントが違うというか、そうね、まあ、デメリューもそうなんですけど、結構その演出、細かな演出がそれを、ああこれあれに似てるなっていう、いやあれを狙ってパクってますっていうのを、やっぱ年代に合わせてちょっとずつ、はい、まあ年代って若い層はちょっと厳しいかもしれないけど、まあ若い層は TikTok ですか、なんかこう踊ったやつと画像とかそういうのでね、こう今動画簡単に上げられるみたいですけど、まあ、でもやりますか。僕はそういうのも動画というものの恐ろしさをまた改めて実感させてもらいましたから。そうなんですか。もうデメリューは幸せなんだなと。デメリュー幸せですよ。だってこんなことやって会話しているじゃないですか皆さん、ちょっと長くなってますけど前ですが、もうたっぷりとこうね、こういうところでやり直しがないんですよね。デメリューって打ち合わせもない。そうです。で、打ち合わせがなくて、打ち合わせはあります。なくて打ち合わせはあるんですよ。こう決まりがあって何かこれを言わなきゃいけないっていうの、僕はね、前々から言ってるけど、決められた言葉を何回もリフレインするオウムにはなれないんですよ。ね、ドラマの役者さんって必ずこう台本をしっかり読んでアドリブをたまに入れたりしますけど、同じ言葉言えるじゃないですか。僕言えないんで。若干違っても基本的には一緒ですね。まあそれも含め少しちょっと言葉尻が違ったとかはありますけど、もう完全に僕はバラエティーの中でもそのプロのバラエティーやられてる方とは違いますけど、思ったことを言ってるんだなと改めて実感させてもらった中で、台本あるとダメでしょ。面白くない、あれ撮影されてても面白くないし、なんかね、人の作った言葉と自分で吐いてる言葉の大きな違いはやっぱ万人受けするようなこと、だから台本みたいなのあるんですけど、私のはほとんどフリーになってたので、なんか決め言葉これだけ言ってくれればいいよっていうのがワンフレーズ入ってるぐらいなんで、もう非常にやりやすい。いや、もう細かくね設定したら今回無理だと。うちのボスが出してくるナンペがあるんですけど、はい、私あれ7割ぐらい喋れてないですから。そうですね、フィールドの説明の、フィールド紹介ですね。俺の時には全部セリフが決まってたんですよね、本当はね。僕はセリフ通りには多分言えませんって言ったんで、もうそしたらいいよ好きにしてって。5、6テイクやったんですよ。やりましたよ、やってうまくいかないから好きにやっていいっていう話になった。そしたらワンテイク、ツーテイクで終わったんですよね、ということでですね、まあデメリを見てる皆様は銃の話と別のことがたくさんありますが、ぜひぜひ気楽な気分で見ていただければと思います。はい、本日もですね生配信の方を行っておりますので、ぜひぜひね、裏側気になる人は本日の舞台裏、はい、デメリが2倍、3倍、5倍、7倍、13倍か24倍ぐらいが楽しめるということに、楽しめる、はい、生配信ですので、ぜひ舞台裏の方もよろしければ概要欄の方から、概要欄にね、はい、リンクがございますので、ぜひ お楽しみくださいと。はい、さあ、早速本編のレビューの方を進めていきますが、はい、本日もですね、また人の、行為で放送しているデメリューでございますが、これは皆さんも気になってるんではないかと、まだ若干手に入る可能性がもしかしたらあるかもしれない。これは限定品なんでしょう。限定品なんです。限定品か。で、私たちは、春も夏も両方見てきたものでございます。春も夏も甲子園だね。甲子園ですね。選抜です。大阪まで行ってさ、静岡でしたね、さあ、本日はまたレンタルさせていただきました。今回もイロちゃんからお借りさせていただきました。はい、こちらになります。どーん、まだね、開けてないんです。はい、まだまだまだ早い、ちょっと気が早い。ダメ、いきますよ。はい、はい、はい、本日ご紹介するのは東京マルイ限定商品バイオハザードリッツライトニングホークでございます。はい、ということでいよいよ発売しましたライトニングホークですけど、ぶっちゃけて言います、はい、これめちゃめちゃ売れました。そうですね、すんごい売れたんですよこれ。ライトニングホークなんですけども、黒でなんか反射しちゃってうまく見えてないですね。で、はい、これせっかくなんで、この箱から開けて、どんなもんかって見ていきたいなと思ってます。ぐちゃぐちゃにしましょう。イロちゃんは、もう結構
なんていうんですかね、そういうのは了承される方なので今日夕方までには来るって言ってますから。そうですね、うん、色眼鏡さんはまあもうあのデメリューでは絶対必要的な存在なので、LMG 研究家なんですけどね。そうなんです。でもバイオハザードとかなりゲームを一緒にやられたりもしますので。あ、でもね、バイオハザードで買ったんじゃないんだって。ほら、デザートイーグルとして買ったの。へえ、じゃあデザートイーグル4丁目だって言ってました。そうしたらバリバリ分解していきましょうかね。というわけでですね、これがあのまあ梱包されてる状態なんですけど、はい、ここから開封していきますね。まあ、このあの箱もね、もうおしゃれに。これちょっと手書きっぽいから、あの後で僕らが勝手に書こうかって言ってた、ね、そうですね、もうあのいくらでも書けるんじゃないかと。これマスキングテープ後で貼ってね。で、こちらがね、丸井さんから来る新品だとついてるブルーのリボンなんです。それは外されてるかもしれないですけど、ね、これね、あのね、抜きやすいようにしてるだけなので。はい、で、この小袋の これ結構気にする人いるんだよね。ああ、言うかもしれない。これついてる時がありました。これは何のためなんですかっていうから、それは箱から取りやすい安いようになってるんだけど、そのまんま入れたんでしょうねっていうというやつだと思います。はい、じゃあ袋ですね。あのでもね、袋をね、こうやって見ても結構気使ってるんですよ私。ほんなセロハンテープなんか普段ペタペタペタなんてやんないですから。はい、じゃあこちらですね。よいしょよいしょ。AD のボブちゃん、これしまっといて。今ですね、AD の方いらっしゃっておりまして、今日はナンバちゃんじゃなくてモブちゃんがですね、来てくれてます。ビギンがね、ビギンが、沖縄からわざわざ、ナンバちゃんは今ね、向かってるから。遺産相続かなんかで揉めてるっていうことで。はい、で、まず一番最初にですね、気を引いてもらいたいのはこのパッケージですね。箱、バイオハザードリー2と入ってまして、うん、ライトニーフォークで、この剣道というですね、ショップ、まあゲーム内に出てくるらしいんですけど、そうです、これプリントなんですね。これプリントなんです。あ、いや、違う、貼ってある。あ、シールなんだ。シールで貼ってあるんだ。はいはい、という、これマスキングテープになってて、ね、マスキングはマス…あ、いや、マスキングもシールになってるんですかね。踏まえたシールなのね。で、ライトニングオーグ、私詳しいこと、ゲームやってないのでちょっと詳しいこと言えないと困るので、うん、サイトをですね、見ながらまたやらせてもらったりしますけども、バイオハザード2の再構成したのがバイオハザードリー2なんですけど、バイオハザードというゲーム自身はまあ皆さんご存知の方多いと思います。バイオハザード、2は私もやってまして、中学生ぐらいの時だったんですけどね、ちょうどやってて、浦方さんがうちに遊びに来た時に俺は悲鳴を上げたというゲームなんですけども、ヤムチャローメンめちゃうまかギャー、何すごい、もう目の前にリカが落ちてギャーっつって、なんだこの歌は別に特に関係ないんですけど、当時なんか CM かなんかでね、歌ってたやつで、それを口ずさみながらゲームをやってて、デメさんが発狂するという、ね、発狂しました、シーンがございましたけれども、まあその映像は もちろんないので、ないです、それはもうプライベートで、でちょっとね、段ボールがね、汚えなって違って汚れてますね、これ、丸井さんちょっと困りますね。新品のシーン、これ大変じゃんって、エアガンでこんなことやったら絶対文句言われちゃうよ。これでもね、そういうデザインっていうことで、これ映画でやったらもう大文句ですよ、箱が汚えって言われて。わざわざでもね、この格好、ね、ケース出したんでしょうね。大変ですね、これカビてきたんでしょうね、多分そこで。まずこちらの蓋開けまして、よいしょ、はい、そうしましたら蓋、靴のようにこうパカッと開きます。まあ本体はこちらがメインなんですけども、木箱に入ってる状態で、はい、この中にお寿司とかは別に特に詰まってません。お寿司だったら僕は大喜びするんですけど、これ取れないですね、取りづらいと。また取りづらいで、よいしょ、こう、まあ、バイオファンの人はね、もうこの辺も綺麗で、左右のフックを外し、ね、この面を手前に倒すと、あ、そこから外す、危ない危ない危ない、ここをやるともっと取りやすい。左右のフックを外し、これ多分刺さってんだね。めんどくさいので、よいしょ取れますか。あ、取れました、ね、本当はここで一応開けろって書いてますけど、ここが結構ね、切れちゃう時あるからね、切っちゃうの嫌なので、はい、で、これで開けさせてもらいます。そうそう、はい、で、このカビた、箱は置いといて、カビてるわけじゃないんですよ、プリントなんですよ、これちゃんとね、こういう水滴がついたような。で、これが、外箱になります。なんか長期保管してたみたいな感じですね。そうですね、ちゃんと出したんですよね。で、こちらが、続きましてですね、木箱風、ちゃんと木なのかなって、木っぽいな、これな、木箱風っていうか、まあ木ですね、ちゃんと木だ ね、はい、で、入っていて、これはまあちょっとね、僕この木の部分で思ったんですけど、随分と白材つけたなと。もうちょっとなんか、あの箱
とミスマッチな感じします、ね、やばい、ちょっとかっこいいの見つけました、はい、こちらライトニングフォークのシリアルですね。ちゃんと入ってるんだ、かっこいい、僕の特別だってなる。これちょっと050-5483-2383ですね。違くない？知らないです。誰かの番号につながったらごめんなさい、絶対かけないでください。これでもね、あの個体で違うんで、違うんでしょうね、多分ね。で、いよいよね、箱の開、木箱開封しますけども、はい、うん、ロックがあって、でロック開けて、おお、また袋に入っちゃって、まあ、一つだけ言っていい、はい、めんどくせえ、全部袋に入ってるね、うん、まあでもレビューしてくれということですから。で、上蓋の裏にこれね、トリセツ結構限定の限定品のなんか50AE の玉の本物玉箱、はいはい、それは組み立ててないんだね。立ててないと、これは自分でやれよと、めんどくせえかなみたいな感じなんです。これ、あの説明書ですね、トリセツがあって、で、はい、で、今回こだわってるのが、うん、これサイドのサイドストーリー的なのをここに盛り込んでるんですね、うん、スクープが続いてるとかですね、重機探偵とかいろいろ書いてあるんですけど、スターズの重機とか、デメリューと一緒でしたね。そうなんです、あの、うん、2年の時にお配りした限定版のね、デメリューの生い立ち的なストーリーが、ストーリーがあるんです、はいはい、あのこれはですね、限定、買った人限定なので、はい、ぜひ目を通してもらえばいいと思うんですが、まあこれ、この裏蓋の中に入ってますんでね、またしまっておいてと、めんどくさい、これはなんか出ちゃってるの、さっきからですね、これわざと出てるんですね、この取り扱いの裏です、タグを引いてくださいと、で、箱はね、フルオープンしてもこのレベルです、うん、全部は全部入らないと、こう入れときましょう、よし、はい、じゃあ本体の方行きたいと思いますが、はい、ライトニングオークの魅力はデザートイーグルベースで 2パターン楽しめる、うん、2パターン楽しめる、はいはい、10インチと6インチでしたっけ、うん、短いのと長いの、うん、中間のはないのかっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、うんうんうん、この 2種類のタイプ、実銃で言ったらですね、あのだからかなりでかい口径の弾を撃ちますから大迫力モデルなんです、うん、それをちょっとですね、今本体を開けさせていただきまして、なんかね、銃にマガジンを、装着したあと、指では絶対にハンマーを起こしたり戻したりしないで、ね、あなたの指に注意してくださいですね、それかなりお気に入りのフレーズですね、浦方さんっていう言われてましたね、だから絶対気に入ったなこいつと思いました、で、こちらね、ビニールをまた解放していって、しょ、すげえ高級感あふれるな、モデルとして、よいしょ、いいんですかねっていう感じなのが、持ち主より先に手に取ってしまった。でもね、イロちゃんは全然そういうのですね、なんか今まででしたら10インチよりなんかあれですね、ちょっとあのよりタクティカルがこの辺が色っぽいっすよはい、出てきこうレールとかがついて、はい、ちょっとイメージがまた変わりますね、やっぱね。で、これが、6インチじゃねえや、10インチモデルなのですが、細部はかなり変わってる場所もありました。で、最近携帯よく飛ばす癖があるね、俺ね。字じゃないですか、もう年なのかね、指の字で、まず10インチのバレルのスライドのスライドグループの仕様というのを、まあ、丸井さんのページも読みながらいきましょう。バレルの上下に 20mm 幅のマウントレール、まあここのトップレール、ロアの部分に 20mm レールが標準装着がされてるので、はい、ピカティニ規格になってるからいろんなオプションが付けられると、さらにですね、上部に2つのポートを設けた専用コンペンセーターがついている、これです、うん、これがコンペンセーター。じゃあコンペンセーターって何よという方は、はい、ググってくださいって言ったらすげえ失礼だと思うんで、ちゃんと簡単に言います。あれですね、帰りのバッグには若干の余裕がございますっていうコンペンセーターコンペですっていうやつですよね。コンペですコンペでーすって。ああなるほどね、はいはい、はい、もういいですよ、コンペさんだったんですねで、こちら2ポート開いてるんですけど、これまあ、あの先ほど見ましたけど実銃だと
圧がすごいです、ガスがね、発射してるマズルの圧が強いので、それを上面に逃がすと、上部にパパーンって打った時、パーンって打った時の跳ね上がりを抑えたりすると、こういう反動がね、来るから抑えられる。ここでこっち側にこう逃がそうねと、逃がすとちょうどバランスが取れるんじゃないかって、まあそこから出しても絶対ガコーンっていくと、ね、大事なことはエアガンは見た目ですからね、ここで反動が抑えられる前に、反動がほとんど、抑えられるような仕様にはなってますので、そんな怖くて使えないよと思ってる人は大丈夫です。まあ、他の、M4 とか8区もそうですけど、上にね、ポートが逃がすようにしてますよね、はい、ありますけど、あれはまあ、あの土ぼこりが上がらないようにっていうのもありますよね。お、これ僕初めて知りました。大型化したカスタムセーフティ、こちら、安全装置と言われるものでございますが、形が変わってると思います。大型化されてより引っかかりやすく、あ、そうですね、全然よね、もうちょい縦面にちょっと縦面にこう縦面に、はいはい、こんな感じで変わってます、明らかに出てます、ね、で、アンビなんですけど、はい、アンビというのは、右利き、左利きの方でも安心して使えるのがアンビンです、アンビンですちょっと。で、セーフティー今の状態かかりません。なぜか、ハンマーがコックされていないからですね。ハンマーコック、まあスライド引いてみましょう、あ、初引き、あで、カチッと、これでセーフティーがかかりますので、はい、安全装置ですので、これで落ちません、ハンマーがね、はい、で、上げるとパチンと、で、さっき書いてあった通りにハンマーをどういうことかというと、こう押さえながらギューってゆっくり戻すのはやめてくださいと、ですからパチンとかって落としちゃってくれということですね、はい、それとですね、スライド上部に設けられた、サイトですね、これ可変可能なんですね、デザートイングとしてはすごい珍しく、調整可能なサイトがついていると。ですので、弾道が乱れてるんだと、リアだけです、フロントは変えられないですね。で、あ、ん言わない方がいいかもしれない、パーティングライン見つけちゃった、パンティーラインですか、丸井さんらしくない、あれこのところにビシッとパーティングラインついちゃってる、珍しい、こういうのはね、荒探しっていうんでやめましょうね。でも、パッティングラインがついてるもんですよ、成形したら。これ、消すの大変なんだよね。で、スライドガチャンと引いたら、このようにですね、フォールドオープン、もちろんかかります。で、フォールドオープンというのは、弾が切れた時のお知らせ機能だと思ってください。で、スライド、ここ、ボタンをですね、下に下げると、ガチャンと、また次の弾を装填するんですが、もうこれだけでもかなりリコイル強いです。でも、わざと上げたんですよ。わざと上げました、マガジン入ってないから。はい。で、こちらですね、ホップアップの調整、ここだと思うんです、これですね、簡単ですね、このプロトタイプモデルフェーズドットワンみたいなところをシュッて下下げるととホップダイヤルが出てきて、左右にこう調整できるというモデルです、硬、はい、めですか、柔らかめですか、これ硬いはずなんだよね、うん、ちょっとカリカリ感はあって調整しやすい、非常にテンション的にもいいかなと思います。で、こちらライトニングホークの刻印特別バージョンですね、これが、うんうん、が入ってると、はい、ただただそれだけではなくてですね、うん、こちらスライドを交換することができるということなので、ちょっと実際にスライド交換してみたいと思いますよ、珍しいですね、あるからね、これまず一回戻しておいて、はい、こちらが6インチブレージョンでございます、はい、6インチにしたら何がバイオハザードやねんと思っちゃう人もいると思うんですけど、まず一番最初に違うのは修光がもうついてる、開けまして、こういう感じでね、こちらまんまデザートイーグルのスライド、これがライトニングホークとは書いて入ってなくて、デザートイーグル 50A ピストルイスラエルミリタリーインダストリー LTD っていう刻印ですね、マグナムレセルジェインク、まあ英語は分かんないんでね、イスラエルらしいですよということでですね、6インチに相関していきますけど、あの一つ物申させて、もうちょっと変化つけてくれた方が僕は嬉しかったんですけど、
アクリルもフロントだけ3点変わってます。一応それを説明する前にスライドの外し方いきます。このレバー、これをグイッと押して、こっち側から押してやると、肩こっちに出っ張りがあるんだけど、これ押していくと、よし、よし、あー、怖い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 よ。はい、はい、何が引っかかってる、引っかかってる時は無理しない、無理しないで、よいしょ、はい、無理しないで、これでハマってる、うん、取れてるね。始め硬いんだよね、こういうのね、怖いね。ひろちゃん壊したらごめんねって、許してくんないよね、壊したら、壊したら許してくんないよね。一度戻して、はいね、よいしょ、もうしました。ちょっと硬かったけど、グイって引っ張ったら、これで上下分離します。で、上下分離しよったらですね、これをレールの溝に沿ってシューッと下げていって引っ張る、うん、で、引っ張ったらこのロックを戻す。そうするとスライドがはまると。で、スライドももしバーンって出たら困るんで、前でちょっと押さえておいてくださいね。そうすると、前に飛んでいくことを防げるんでね。まあ、一応重工の前に手を出すのは絶対よくはないんですけど、まあマガジンこの時に外してるはずですから、マガジン外さないと取れないですからね。何ですかこの決めポーズ、わかりません、はい。で、こちら3点大きく変わったところ、まず第1点は、中古アクリルがつきましたよと、はい。で、このモデルにも大型の、セレクターに切り替わりましたと。取りづらいねこれね、引っかかっちゃってね、はい。で、これセーフティー、うん。で、あともう一つ変わったんですけども、うん、バレルとスライドはステンレスシルバーのメッキになりました。はい、バレルとスライドはステンレスメッキになってますよ、うん。メッキモデルあったよね、でも。ありましたね、そこは売りなのか、そういうこと言うな自分ということで、またこれもですね、こちらでホップアップの調整ができます、はい。それとあとこれレールになってるんでね、ここもドットサイドとつけることできます。はい、メッキモデルはね、どのくらいこう使ってるとこう色が落ちてくるかね、ちょっとわかんないですけどね。まあ、俺なんですかそれ、ちょっとペコついてるグリップが、ちょっとペコペコしてる、なんか握ると変なことしてますね、うん、ちょっとペコついてる、ちょっとね、この浮き上がりを挟み込んでこう止めるやつなんだけど、ちょっと浮いちゃってるんだろうね。そんな、うん、持つとピキピキって言います。あれ明らかにここら辺が浮いてますね、浮いてるね、下の方。こういうこと言わないんだろうな、普通は言っちゃいけないんだろうな、だってペコペコ言ってんだもん。難しいんだけどね、その作りが。なるほどね、一応ここはラバーではないんですね。ラバーと樹脂のラバーですか。ラバーですね、一応それ触ってペコペコ言うね。あー、コーティングがされてる、コーティングがされてる、じゃあマイリトルってことでいいですね。弱め、弱すごい弱ですけどね。それとですね、こちらマガジンはデザートイーグル用なのがもちろん共用です。で、マガジン保存しておくときには、はい、ガスを入れといてくださいということなんですけど、モブさん、はい、ガス取ってもらっていいですか。ガスは固定でいいのかね。そちら側にですね、あの新品のガスを置いてありますので、これじゃあ、あの新型のマガジンの方ですね、旧型じゃないですか。ではないですね、はい、新型、まあ何の話じゃっていう方も多分いらっしゃると思いますけど、旧型新型あります。デザートイーグルは共通で旧型新型があって、形状がちょっと違うんで明らかにも入らないですので、入るけど打てないんじゃなかったっけな、スライドが引っかかっちゃうのかな、さあ打てないかですね。だから前のね、デザートイーグル持ってて古いやつだとそのままマガジン使えないとかあるんでね、気をつけてください。で、マガジンのね、タンクがちょっと大きい、ガスは結構燃費はね、
って悪いんですけども、うん、その代わり、力強いブローバックを味わえるというのがデザートイーグルの魅力になりますので、そこをぜひですね空打ちして、お伝えしていきたいなと私は考えているところでございますけども、まずは6インチの方からですね、やっていきたいなと考えております。はい、はい、まだ全然常温にはなっておりませんけども常温まあこれちょっと出目肌程度にはまだなってませんが、それでも打ってみたいと思いますね。良くも悪くもデザートイーグル、まあ、デザートイーグルですね、うん、あのブローバックはガシャンガシャンと強いのかなと。じゃあまずこれが6インチだったので、はい、次10インチいきましょう。あの大迫力モデルの方ですね。中光具合はそんなに明るくはないかな。かまあでもちゃんと光が入ればトリガーバーとかすげえ曲がりそうで怖え。上と下で2段になってんだね、この中光サイト怖えな。10インチ入れたら10インチ何回もあるかな。これ抜き差しはやっぱ良くないな。こっちは入りづらいね。こっち引っかかってるんだね。地だね。これはもう完璧な地だね。地だね、うん、すげえ入りづらい。変なとこで引っかかってますな。まあでもこのモデルは皆さん結構あの保管する人が多いからね。うーん、怖え。あれじゃん、ここはもうちょっとね怖いよ怖いよ。引っかかってる場所がさ、ここのトリガーバーなんだよね。あーダメだね。トリガーバーで引っかかったらトリガーバーが歪んじゃうからね。いやー難しい。取り替えるなってことなんだね、基本は。まあでもこういうモデルで出しててね、取り替えないっていうのはちょっと厳しいよね。こういうの打ってるとさ、よくなるんだよねって言うけどどこが当たってる今度は。これ難しいぞ。よいしょ。これすげえシビアすぎないかな。初めてやった人これ戻せないぞ多分。引っかかってるもんなやっぱり。かかりすぎだよ。ちょっと怖いので真剣にはめる音をしてみます。よいしょ。この辺も余すことなくお届けしちゃうのがデメ流。でもこれで入らないのは不良だよね。これでねちゃんと入らないっていうのは物としては完成度低いよね。ですね、完璧だね、うん、そこで引っかかりはなくなる。入った。うわこれ難しいわ。トリガーバー今押さえながら入れたけど。はい、というわけでですね、余すところなく見せて、あのなんかいいのこの銃と思ったけど、馴染むまでバラさない方がいいかも。うまく入らないかも。あ、揺れるね。でも10インチもしっかりと。ちょっとマガジン温まったかっていうのもあるんですけど、揺れてる感じとやっぱりね調子がいい。まああの、ま、
一番はさっき言った温度が上がってマガジンがちょっと温まったってところだと思うんですよ。まあでも皆さんこっちのモデルでしょうね、やっぱ使うのね。でしょうね。ということでですね、この長いモデルでいろいろ測っていきたいと思います、うんうん。6だと普通のデザートイーグルの方もやってますので、そちらを参考にしてもらうのが一番いいと思うんですけども、もう外したくないだけでしょ、怖いです正直もうね壊しそうってことで、まず長さいきたいんですよ。はい、測れますか。まあ10インチだから、10インチですよ。10インチだから測れないなんてことないと思うんですよ。うちのメジャーは5メーターなんで。はい、それでは測りましょうかと。37だね。370ミリ。はいはい、高さサイトがねちょっと今回出っ張ったんで152、3。うん、まあでもこれは一応この木箱ありますけど、まあ、もし使うんだったらこうドットサイトとかね、やっぱ乗せたいとか、そうね、付けられるからね。まあこの木箱に入れてね保存する方もかなり多いと思いますけども、はい、まあ発射音がちょっとねこの銃は大きいかもしれないので。幅いいですか。幅結構です。幅はいい。3センチぐらい一応ね、3センチないよ、一応でかいんでね。 3.5 タイで全然見えてないですよ。 4センチぐらい。4センチぐらい、うん、はいはい、音いきましょう。音、おうおうおう、今日はいないんじゃないかな。いるんですかね、ちょっと探してきます。こんないぞ。あ、こんにちは。こんにちは、来ちゃいました。ビギンの人。ビギンで、あ、はい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 、はいはい、音ですか。音、あ、測れるんだ。あ、ギリギリ。あ、そう、じゃあ測りましょうか。測りましょうか。お願いします。いや、耳元から、すごい、どっから来た人なんだ。行きます。はい、99.9。 びっくりした、今弾速が99かと思ったよ音ね、90でかっ音。じゃあフロントのマズルの方で、はい、銃口部分で、114。もうすげえ鳴ってるよね。じゃあこの機関部のブロック、はい、いきます。はい、114.6。はあ、音でけえ。でかいっすね。これはもし周りの民家で撃ってたらどうですか、そっちの方では。うるさいね。殴り合いますか。血みどろの戦いが始まるよ。あ、そういうレベルなんだ。いや、これからお帰りになられるんですか、また。そうだね、これからまた仕込みがあるから。仕込み、へえ。いや、肉は業者から頼むんですか。裏ルートで。あ、なるほどね。あ、じゃあそこはあまり詳しく聞かないほうがいい。じゃあちなみにそのコンペイト、コンペイトは、はい、外れるの。コンペイトはですね、多分ね、コンペイトは外れないね。コンペイトは外れない。ネジとかないけど、なんか圧入だったらもう無理やりやったら壊れちゃうんで、まあこれがこのセットでとかのホールが2個ついてて、でこれで形で完成だと思うんで、あ、まあバイバイ。やり逃げ逃走、完全にあれ悪意ある逃走ですよね。はい、あ、終わってる終わってる。またあ、まあ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 、うん、大丈夫。どこから肉仕入れてんだ。どのルートなんだね。分からん、分からないけど。さあ、そういうわけでですね、音はですね、うん、また浦さんがいないうちに終わりましたけども、今回ですね、こちらのモデル100はやっぱ当たり前のように超えてくると114ぐらいまで出るということなので、結構激しい音が鳴ります、
で、これでね、いつも終わりたいんですけど、これで終わらせてくれないのがこのデメリューというスタイルで。いやいや、終わりたいと言われましても、これはもう計測の一環でございますからね、全部一通りやらないといけないと。あの、僕はね、あの計測に常日頃から、あのこのデメリューが始まった時から、一つ、二つ、三つ、四つとですね、なぜっていう異議申し立ては、ちゃんと書類にして出してもらえますか。で、あの僕はこう、体重計とかね、こうグラム測りのでいいんじゃないのかと思ったんだけど、それではなんか、いやいかんと。俺は全国のツラサーの皆さんがね、待ってますからね。全国のツラサーの方がね、もうしっかりかけようとしてますけれども、僕は100人くらいいるんであれば、はい、全国のツラサーの皆様、お待たせしました。デメちゃんのつるしばかり、右手の小指にかける思い、はい、もう行きましょう。ね、お、バランスがいいですね。1240で終わっちゃったね。1240でも1キロぐらいだからね。今マガジンも入ってる。マガジン入ってる。はい。重いが重い。あ、うん、止まる。結構ね、バランスいいの。あら。これ1275。はい。いや、もう測りもしないですけど、それ。なんで出てるのかわかんない。絶対いらないの。まあ、1200.2キロぐらい。はい。重いね、ハンドガンにしてみれば、やっぱり。そうですね。1200って。あ、面白い。まあね、まあ。良くも悪くも限定品を打てる機会ってないので、うん、楽しみなんですけど、悪いわけがないと思ってるんですよ、もう正直。はい。だから、あと実写の 7m のね、新しくなったターゲットなんかも打って確かめてみましょう。はいはい。ということで限定品のレビュー、ちょっと今回ちょっと甘いなディティールがっていうところ何個か目立っちゃったけど、でもなんか結構時期が中途半端っちゃ中途半端だったんですよね。リツー出てすぐ来るかなと思ったら伸びちゃいましたからね。伸びてその2回ぐらいちょっと展示してたじゃないですか。はいはいはい。その時も触る感じでもないし、そう触らないで、なんかちょっとずつ1回目より2回目の方が箱がちょっとデザイン変わったかなとか、そうそんな感じですぐもう発売になっちゃったから、結構煮込むのがね、ちょデメさん全然入らないんですよ、それ銃が、ロッカー入っちゃう、ね、やっぱ左手だけが無理だね、ちょっとしんどいね。あれじゃないですか、後で田村のまさみちゃんも来るはずですから、ぜひね、あのワンハンドの男がということでですね、押し打ちをね、レンジの方でですね、それでガコーンって落としたらね、受けますけどね、受けます、うん、限定品です、手に入る人も少ないので、お楽しみという形で、それではシューティングレンジどうぞ。ナイトゲームやります。はい、皆様お疲れ様です。シュートメージやってみました。い、本日もですね、天候が悪い中、お越しいただいた皆様大変ありがとうございました。あと生配信をご覧いただいている皆様、本当にありがとうございます。私たちの番組にいつもお付き合いいただき、今ともにありがとうございます。今回はですね、特に何か難しい話をしようとかそういうのは全くございません。いつも通りに、丁寧にレビューの方をしていきたいと、考えております。いや、何ですか急に。丁寧なレビュー番組を目指している私たちデメリューでございます。まあ、デメリューという名前もなんか、スタイリッシュじゃないのでちょっと変えたいと思います。デメスタイル、こちらで、行ってみたいと思いますが、どうですか皆さん、このテンションで30分永遠に喋られたら苦痛になりませんか。私だったら苦痛です。大丈夫ですかあなたは。そういうのをめこう求めて見てないから、多分苦痛っていうかってなっちゃう。病気ですか。元からこういうテンションの動画見たければ、そういう人が集まると思いますけど、これはちょっと違うじゃないですか。どうしても結構テンション低めな感じなんです。どちらかというとデメリューっていうのは、心を少し病んでる方がちょっとくす笑いを求めて、デメさんの高笑いをね、やっぱりこう励みにね、まあ、見ていただけるんじゃないですかね。
一言言えるのは私自身も病んでますから、だから共感する部分がねやっぱ出てくるじゃないですか。ですからこの気候天気の悪さ、気候もう毎回日本は四季あるんですけどね、四季あるんですけどそのたんびに体調不良になったりするんですよ。だいぶ良くなったんですけどね、病気自慢気候がね、こんなもんでやめときましょう。それではですね、本日はご紹介する中、スタジオパートでもやりましたけれども、バイオハザードの限定モデルというものになっております。で限定モデルこちらの方を発売してですね、そんなタップないのをご協力していただきました色眼鏡様、こちらの方からお借りさせていただいております。特に何か変わったところはございません。デザートイーグルです。何々、打て早くと、わかりますよ、わかりますと、打ちますか、打ちますよ。そうですね、だそういう番組ですもんね今日は。そうですね、ですね、はい。でこちらあのいかにもですね、俺の銃はちょっと違うぜという感じのね箱に入ってるモデルでございますけど、それではですね10インチモデルの方でですね、初速の方を測っていきたいと思いますが、デザートイーグルの、はいどうも10インチということはですね、いや切り替えが分かんないよ急に。10インチっていうところは、あれなんですよ、短足の設定がちょっと難しい。ああ、そのままですね。これでまあ常温に置いといて、季節はまあ真夏ではまだないですけども、短足の方を測ってみてどれぐらい出るのかっていうのをね、ここでずいぶん注意して見てもらいたいなと思うところでございます。カメラの前でずっと喋ってる人だな、この人だって多分思ってると言いますよね。カメラ回されたらよく喋れって言われますんで、楽しいことはカメラの前で、楽しいこといつ起こるか分からないというのがこの人生でございまして、いつ起こるか早くやりましょう。おお、すげえ、ちゃんと押し使ってる。 83.34 83.34、 おお、82.01 最近のやっぱガスブロバックの中では出てる方ですよね。70代じゃなくて80代、はい、昔のねあのデザートイーグル10インチのやつ、丸井さんの初期の頃のやつは結構初速が出ちゃって、出てた、まあ、今の銃刀法だとちょっと怖いギリギリのライン作るやつがあったんですけど、バレルは伸びてないんではないかなと。中は、ああこっちもね、昔のやつは長かったんだね多分ね。それだいぶ慣れてきたんですかね。いやまだ渋いですか。まだ渋い感じな。あ61.85、やっぱバレル調は変えてないっぽい。81.44、81.44、はい、ちょっとこれがかっこいいですよね、ガッチャンって入れ替えられるの。よし、なじんだなじんだ、音がかっこいいね。デザートイーグルですからね、やっぱね。ちょっとね、ドーピングしてみましょうか、今。本当はこれ弾入れる前にですよね、もちろんですね。あんまりやりすぎると弾が変形しちゃうっていうのがあるので、ガスは入れてからじゃないとダメですからね。ヘアカットお待ちの南波さん、あ、上はすかないでもらって本当に言うそうですか、あれは。そうですね、ちょっと常温よりあったら見まして、じゃあ剛くんをね、小剛を見ていきましょう。でかいな、いきます。すげえ、やっぱ丸いだわ。ちょっとこの直前で2丁ぐらい泣かされました、ね、すごいわ、もう狙ったところ飛ぶもん。
まあ今この 7m なんでね、ホップの兼ね合いとかあれですけど、すごいわ、ホップも効くもん。リコイルが強い。でもほんと強い。デザートイーグルってこんな強かったっけっていうぐらい強い。ああ、ドシャカ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 ってなかなか効果音使わないですけど。で、使わないですか。ドシャカとは。じゃあちょっと持ち主に打ってもらって、どんな効果音するか聞いてみますよ。俺の効果音が間違ってるのかもしれないから、持ち主来てもらいましたから、わざわざね。大丈夫ですか。出ますよ、彼は。NG をしようとしてますけど、私の効果音にイチャモンつけたやつらがいて、ちょっと打ってみてもらって、自分の銃ですからね。はい、どうします。せっかくなら原田家セカンドバージョン打ちます。あ、お願いします。で、これ倒れないんで、ちょっと待ってくださいね。じゅんちゃんにこれはですね、パーツの修理を依頼しなきゃいけないんですね。結局上げに行った方が早かったんじゃないかっていや、一瞬上げるんです。一瞬で全部。じゃあちょっと土砂川を打ってみてもらっていいですか。はい、朝日スーパーエロー、あたしスーパー
じゃあね、いきます。お、ちょっと強い。これでもちゃんとホールドオープンしますね。デザートイーグル、すげっくね。打ちやすいですね、こっち。これ10インチの方が逆にいいのかもしれない、バランスが。これかっこいい。すげっくね。これすげっくね。すげっくね。近い。近いしね、カメラのね、位置をね、調整しろ言うてるんですよ。さっきの電車とはまた違った感じで、あの、擦りつきがすごい。擦りつきが、で、痛い。すいません、あの、次の駅ではまだ降りないんで、すいません。もうちょっと、あの、ゲメリューは YouTube でやってます。え？YouTube でやってます。え？ナイトゲームやります。やります。YouTube でやってます。はい。ということでですね、このコンテンツなんですけども、見ていただいている方は YouTube でよく見ていただいたりすると思いますが、今回はですね、もうあれですよ、やっと来たか、こういう性能っていう。なんだろうね、これ今日に限っては丸井さんすげえってすげえ実感した。改めてやべえな、丸井のコストパフォーマンスと性能って。これコストパ悪いじゃないですか。これはもう完全限定品だけど、いやでもこれと似たようなデザートイーグルは1万円台じゃないですか。すごくね。だって狙ったところの特需なんてないよ、あんまり。今日思ったら。確かにこの後ね、もう1丁とか2丁ありますけど、メーカーもまた違うから、ね、ちょっとあの当たるかどうかと言われると疑問なところありますからね。これね、10インチの方が打ってて、なんだろう、安定してる感じがあるかな。フロントがなんか重い分あれですか。そうだね、あの跳ね上がりが6インチでももちろんないんだろうけど、こっちの方が俺は好み的には好きです。6インチはよく打ってましたけど、10の方がなんか安定性、重いけどいいのかなと。まあホルスターはちょっとね、難しいですよね、これ入れるのね。まあ、あのもうホルスターは皆さんがホルスターしてると思って、ね、かなり当たりますよね、いろんなものにね。で、そう、あのいろんなものに当たるんですけど、ちょっと買ったら俺の方が硬いんだぜって。ちょっとね、かなりコツコツしいですから、本当に火吹いちゃうもんね。ね、20mm の本当にこのレールとか何つけろって。このアンダーは何つけんだろうね。やっぱこうライト、ライトにしたってどうやってモテるんだよ。バイポッド、バイポッド、まあバイポッドもね、つけようと思えばつけれますけど、これね、ここのサイト面白い、ちょっと形がね、見やすいですね、サイトもやっぱね。で、大きくてよく見える、ね、でもなんかそれぞれ、あの打ってみると効果音ってやっぱ出るのがドンっていう、ドンドンって一回こう、ちゃんとリコイルが来るっていうのが味わえる。いや、俺褒めてるな、すごいこれ。うん、いや、でも本当良かった。なんかもっと、またバイオかよって、またバイオ出たのかよって、これ絶対レビューできないしなと思ってたら、イオちゃんが使ってください。いいよ、限定品だよと思ったんですけど、これまだ買えるところがあったら、バイオ好きじゃなくてデザートイーグルが好きだったら絶対買った方がいい。見た目がこのモデルはまず出てこないからね。そうですね。これはそういう面では、イロちゃんの買い物当たりという形ですね。6インチはどうでもいいんですよ。10インチのこの形がやっぱかっこいいんじゃないかなと、すごい思います。はい、珍しく褒めまくってます。やっぱりあの思った、悪い銃みたいな感じになっちゃって、性能がそこまで狙ったところに飛ばないと、狙ったところに飛ぶのってすごいんだなって改めて実感しました。
はい、というわけでですね、私たちの動画は結構もう続けさせて3年ぐらい経つんですけども、3年目に突入です。に突入するんですけどもね、またあのこれも本当皆様のおかげでなんとか続いております。それとですね、あのチャンネル登録っていうボタンがですね、なんかあって押してくれっていうのもですね、味気ないんで、僕たちはあの友達登録と呼んでます。デメリを通じていろんな方と出会って本当に友達になったとかとか、本当に、リアルな友達がいない僕としてはちょっとありがたいことですね。知り合いが増えていく。リアルな友達がいない、ちょっとよくわからないんですけどね。リア友が少なくなってきますよね、年取ってくると。なんかこう結局は同級生とかっていうのもいっぱい高校とか中学ってあるじゃないですか。まあ仕事が違って合わないですけど、まあ、彼なんかとも腐れ縁でずっと一緒にいますけど、それ以外でちょっと記憶にございません。記憶にございません広がることがあんまないんですね。別に撮影の時以外別に一緒にいないから、もういないですね基本的にはもうそんなに普段から一緒にいたらね、疲れちゃうもん。昔毎日いたんですよそういう時期があってからの今ですからね、皆さん打ち合わせしてないって言いますけど、その頃から数えればすごい打ち合わせしてるわけですよその頃の打ち合わせがあるから今に反映できてるんですね。物はいいよということでね、そうなんですけど、まあそういうですね、コミュニティをちょっと一つ楽しいなと YouTube でも感じさせてもらいました。物が売れる売れないっていうのはもちろん売れないと困るんですけども、それだけではなくてこう出会いがあって、ね、デメリを見て買った後、備考欄にも書いていただければなおよしと、なおよしと、でそのあのコミュニティとしてコミュニケーションを取るツールとしては非常に面白いなと思って、そんな中で最近は自分たちの店の在庫を持ってこない、人からこう借りることで、この番組はなんだお客さんで成り立ってんだな、やっぱりって改めて実感する感じです。私はもう昔はもうカスタムのずっとやってましたけど、今はほとんど周囲知ることもないんですけど、そんな私ですけども、いろいろ聞いてくださる方がいらっしゃいますので、アドバイスできればというところで、させていただいております。まあ、真面目なトーンはこんなもんにしてですね、この番組で見終わったら僕らのある意味挑戦状なんです。見てもらう、まあ、これ家族まだ売ってんだよね。まだギリギリあると思う。こっち出るギリギリする。今一応パドックのホームページでも販売可能、注文可能になってるんで、お早めに今だったらもしかしたら、ま、今もう売れちゃってるかもしれないからね。もうないかもしれない、本当そんなちょっと確認してもらって、他のお店のこと言っちゃったらダメですからねなんで俺帰るぞ、俺帰るぞ、他のお店の名前は出しちゃダメですからね。ここで帰よお父さんはそれも言ってるんじゃないんだよないなら仕方ないけど、あるのにあるんだったら分かってくださいよ。いいか、分かってるだろうな、なくそう番組を。全然いい大人なんだからそうだな、その辺はうまくお願いしますね。いいか、そういうものがないと本当ふてくされて見る気じゃ動かなくなるからなはい、というわけでですね、パドックで買ってくださったイロさんですからね、モケパッね、はい、動画が上がる頃にはね、分かんないですけど、もうないでしょ、可能性多分ないです、はい、限定品でございますから。そしたらメロカリで頑張って高いのを買うかとか、そういうのになっちゃうと思うんです。本当に価格が上がりやすいんで、というものでございますが、グッドポーズいただければと思います。ね、忖度考えろよ、コメント入れてるのは忖度いいか、番組がなくなるぞと言ってる俺も脅してますけどまあ本当にね、うちでなかったら本当に探すの大変なんで、他のところで探さないと手に入らない。他のショップさん もうどこも数量は入ってないっていうのを聞いてるんで、いやもう大変だと思います。うちもかなりこれもう予約だけで相当売りましたもん。っていうか本当にそういうレベルなんで、まだまだバイオ人気は根強いなと思いました。バイオ揃えてね、ずっと買ってる人がいるからどうしても買いますよね。これなんかはね、すごく思った太陽かと思ったんですけど、持ってみるといいねいい、売り切れました、売り切れましたか、はい、じゃあ他の店で探すしかないですね。この収録時点で売り切れです、すいませんね、超早かったですよね、はい、いや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 、でも綺麗なんだよね、仕上げも。そうですね、上のね、ちょっとパーティー
パンティーライン、パンティーラインだね、ちょっとね、なんでそこだけ残してしまったのかっていう。あと綺麗なの、メッキが綺麗だよね、スルスルだし、うん、いやこれそうね、デメジルのついた T シャツとね、あなたの正直じゃないんじゃない、一生懸命見えてたけど下ちょっと見えないだろうけどさ、これね、俺の癖なのかもしれない、結構綺麗な銃を見るとね、自分すぐ腹で来たからですよね、ここは汗かかないんですよ、そこは汗かかない、ここはね、なんでかっていうとね、乗っかってるんで、で、こっちはダメ、そこでなかなか吹かないじゃん、ここにこうやったら、ここデメジルつくよ、でもついたよね、あ、でもここ、ここね、どれここは綺麗、はい、というですね、ことになっております。皆さんぜひぜひお探し、大変だと思いますけど見つけたら買いでいいんじゃないかなと思います。そんなわけでですね、デメリのスタッフの方は皆様まだまだ募集してます。スタッフなの、下僕、下僕だね、下僕、まあ下僕だけど態度はみんなそんな下僕感ないよ、ね、確かに散々俺のことをディスってくるし、下僕って言ってる割にはあれだよ、全然従順じゃない、従順でもない、まあ、俺もあんまりこう、ヨガこうしてくると登場しなくなりますから、そうですね、持ってるんだって言われる、節度を持てる、節度を、よくなんかね、前のちょっと名前覚えてないんですけど、たまにコメントありますよね、誰々最近出てないなとか調子に乗るっていうか、はい、なんですかね、自分の顔を売名行為したい、もうあんまり調子こくと、もう出なくていいからって、もうね、カメラが回ってないところで何も面白くないから、もう出なくていいからって見たことあるその光景、まだカメラ回ってる時に言われるっていうのはまだ大丈夫だろうね、まあそれが演出の一環であるという判断で、カメラが回ってる何もない時にもういいからそうですね、もう終わったっていうそういうことは出なくなったってことはもう終わったんだなって思ってもらってね、大人ですから皆さん、今ね、一つだけ言いたいのが、すごい笑顔がいい人キャラじゃない、ゲーム配信してる時ものすごいキャラ変わるからねジキルとハイドかと言わんばかりに、え、こんな丁寧な口調の人が、なにこいつ、死なねえの、イルちゃんどうしたよあ、でもゲーム仲間なんで、よく遊んでくださってる、でも、まあ、うちはほらゲーム配信ね、してますよ、してますけど、その時にちょっと抑制してもらってますからね、激しい大変なこと言わないように僕とイルちゃんディビジョン2があったら、うそーろーみたいな、 BF やった時、おーいとか言ってだだ知らんかしてるみたいなオンラインとオフラインです完全にキャラクターの二面性を持っているというところなんですけど、まあまあそんな愉快な人たちもいっぱいいるんで、ぜひぜひ面白ければおかけてください、つまんない人に初めに言っておきます、これをなんか長く見てると癖になるそうです、見てる人が初めはアンチから入る人がかなり多いっていう、私たちは実際聞いてます、なんだこのふざけた番組やと思ってて、見てたらなんか気になってくるっていうことで長いのが違和感なくなってくるんですねらしいんで、短いとね、つまらなくなってくるんですねせっかく見ようと思ったら30分で終わっちゃったんで、どういうことなんだって言われるぜひですね、そういう意見もありますので、よろしければ気長にお付き合いいただければと思います、はい、デメリ本編はやっぱ安定の1時間近くもね、やらないとやっぱり皆さん、消化不良というかね、でも今回の収穫、丸がすごい、まあ、いつもそうですよ、やっぱり丸さんってさ、ワクワクしなかったんだよ最近、レビューいいものが増えてきて海外製の丸が飛ぶよなと思ったけど、飛ぶ質が違うんだなってやっぱり改めて実感、安定感っていうのはね、やっぱり丸井さん単純に飛ぶだけだったら今の銃飛ぶんだけど、狙ったところに当てるっていう技術はすごいっていう、褒めてますよこれ、すごい珍しく、まあこれもほらさ、中身はさ、まあ、ほとんど変わってないだろうと思うんだけど、やっぱその10インチにすることによって全然こう弾道がね乱れちゃったりとかするわけよね、本当それがないんだよね、それもちゃんと考えて作ってるってことだよね、やっぱね、これやっぱね、コンペンセーターのおかげかもしれないねコンペントメタチョミントだけども、コンペントでね、パッて逃げてなわけあるかこれ取ったって弾道安定するわ
はい、というわけで、今回紹介させていただいたのはダースワイズのダイスリーツプロドラスファン何言ってるかわかんないですね。今回紹介させてもらったバイオハザードリーツ、バイオハザード2に、再構築版のゲームで出てくる、モデルでございます。ライトニングフォークでしたっけ、はい、スライドが2個ついてます。でやっぱこれの価値は10インチだと思いますので、6インチの方でもいいんですけど10インチで使って遊んでいただければなと思いますので、ぜひぜひ気になった方は一生懸命探してください。それではまたそうですね、もう振り切れちゃいました。あまりお金にならないレビューでした。それではバイデンウェイ。